せい！はぁ！今日もデルタは修行するのです。ボスみたいに強くなるのです。パンチ！キック！今日の修行相手はでっかい木です。ベータに聞いたら何千歳もするおじいちゃんらしいのです。これならデルタも全力でパンチできるのです。てぇー、デレ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 ー。ん？あ、やっちゃった。あれほど言ったのにまたやったのね。ごめんなさい。あれほど口を酸っぱくして王都周辺のものを壊さないようにって注意したのに。はい。とりあえずあの郊外の大木は局地的な雷で倒れたって噂を流しといたよ。ありがとう、助かるわ。下手に騒がれたら困るもの。なんで暴れたらいけないの？ごまかせるなら暴れてもいいんじゃ。王都が天災多発地帯となったら、この地域が注目されて、このアジトがバレるきっかけにつながりかねないでしょ。天災、デルタ、天災？はぁ、アルファ様、こいつ全然反省してないよ。というか、多分理解してない。そうね、デルタ。あなたはまたしばらく外出禁止よ。ぐーん、お留守番嫌なのです、嫌なのです。これ以上仕事を増やされてたまるか。バカ犬はしっかり幽閉しとかなきゃ。はぁ、デルタはただ思いっきり体を動かしたいだけなのに。前みたいに家出しちゃおうかな、なんて、そんな風にも思ったけど。あれは、アルファ様たちを心配させた。今のデルタにはわかるのです。みんなデルタが嫌いで意地悪をしているわけじゃない。だからこそ、余計にモヤモヤするのです。暴れたい。暴れたい、暴れたい！デルタ、はしゃぎたい盛りが随分力を持て余しているみたいだね。あ、ボス！気がついたら、ボスが目の前にいたのです。僕の接近に気づかないようじゃ、まだまだだな。確かにその通りです。いつもならボスの匂いわかるのに。自分がダメダメなのがわかって、しょんぼり。これはまた重傷だね。アルファから聞いた通りだ。アルファ様、ボスに何て言ったのです？ダメダメな子？いらないとか。いや、デルタが自由に暴れられる場所はありませんかってね。そんな場所、いくらボスでも。あるよ。え？この近くの洞窟でね、とっても地盤が硬いから、どれだけ暴れても落盤の心配がない。思いっきりパワーを出していいってこと。うん、それは最高なのです。乗り気だね。それじゃあ早速案内するよ。そんないいところが近くにあるなんて、もっと早く知りたかったのです。そりゃ無理だよ。出来たてだからね。できたて？あ、な、なんでもないよ。あ、危ない危ない、思わずネタバラしちゃうところだった。アルファから相談を受けて速攻で掘って作ったんだよね。映画やアニメで見た数々のあるある展開、それを再現した洞窟アドベンチャー、影の修練場。さあ、いざ行かん、試練の洞窟へ。はいです、行くのです。ここが試練の洞窟なのですか？ああ、そうだよ。
地盤が固いからどれだけ暴れても大丈夫。おかげで掘るのも大変だったけどね。でもいろいろ作り込めて楽しかったな。実はこの洞窟の一番奥にはお宝が隠されているんだ。お宝ですか？どんなお宝なのです？それは自分の目で確かめてみなきゃ。デルタは取ってこれるかな？できるのです。やってやるのです。体力だけじゃなくて知力、頭を使わなきゃ宝物は手に入らないよ。頭、大丈夫です。デルタちゃんと頭を使うのです。新鮮な反応楽しみだな。作り手側は種が全部割れてるから思った通りになってるかわかんないんだよね。初見のデルタはどう反応を示すかな。それじゃあ行ってくるのです。うん、頑張ってね。さてこっそり後をつけようっと。リアクションも見たいし、万一の時は助けないと。楽勝楽勝。これからが第一の関門だからね。長く続く下り坂、そろそろ。ん？なんか踏んだ？うわ、後ろ！まずは冒険者の定番、転がってくる巨大岩。さあデルタ、見せてもらおうか。君はこのピンチをどう切り抜ける？まっすぐ下り坂、必死でダッシュすれば奥にあるくぼみまで間に合うはずだ。なんだ、ただの岩か。え、逃げないの？こんな岩程度に逃げるのは負け犬のすることなのです。転がってくる大岩にデルタは胸を張って立ち向かうのです。デルタは強いのです。強いから負け犬ではないのです。あー、そっちのパターンに行くか。鉄拳で大岩粉砕しちゃうやつ。逃げるのが嫌いなデルタにこの試練は相性悪かったかな。ふーん、せい！拳どころか頭突き！さすがにちょっと痛かったのです。でも岩には勝てたのです。デルタは頭を使ったのです。そういう意味で頭を使えって言ったんじゃないんだけどな。まあ鉄拳で地味に破壊するよりは頭突きの方が少しは意外な絵になるけど、そういう絵柄をまず求めてないんだよね。お約束には鉄板のリアクションってのがあるんだから。ふふん、次も頭を使うのです。まあいい、まだ試練は始まったばかり。次のあるあるトラップはこれだ。ん？何ですか？この虫が動くような音は。うわ、蛇がたくさん。それにこいつら毒蛇なのです。そう、この僕が一匹一匹この手で捕まえた猛毒スネークたち。火を使って遠ざけたり、他の餌とか投げて気をそらしたり、それこそ頭を使わなきゃいけないトラップだ。ん？なんだ？深呼吸？わあ！すっごい大声だ。完全にヘビたちが威圧されてる。出る幕じゃないのです。さっさと引くのです。ああ、ヘビたちが完全に繊維を喪失して道を開けちゃってる。これでよしっと、先に進むのです。これ、こういう映画とかあったらめちゃくちゃネタにされるだろうな。視聴者を裏切っていいのは予想だけで、期待は裏切っちゃいけないんだよね。今は満腹なので見逃してやるのです。帰り、お腹減ってたらこいつら食べるのです。食べるな、毒蛇だってのに。企画者の楽しみを奪うのは決まってこういうイレギュラーな存在だ。初見のリアクションが見たくて選んだんだからさ、次は期待通りの反応を頼むよ、デルタ君。
次は何があるのかな。ワックワック。デルタのやつ余裕をかまして、僕の求めているリアクション次こそ引き出すぞ。運動神経のいいデルタなら次の関門ではきっとやってくれるはず。なぜなら今デルタが進んでいる道、実は落とし穴地帯。うっかり踏めばあっという間に奈落へ真っ逆さまだ。ち、最初のは運よく回避されたか。でもこういう失敗はよくあること。あれだけ掘ったんだ、そのうち絶対引っかかる。その時こそ僕の期待に応えてくれるはず。僕の希望は落とし穴に引っかかって途中の岩肌の突起に指を引っ掛けて危機一髪。いや、デルタならギャグアニメでしか見たことのない空中浮遊をやってくれるかもしれない。あの、自分が落ちるまでに数秒間固まるやつ。なんなら空に向かって平泳ぎで抵抗してくれてもいい。よし、かかった。何？バックステップして落とし穴を避けた。はあ、危なかったのです。うわ、服落ちなくてよかったのです。身体能力良すぎだろ。あのタイミングでなんで落ちないのさ。尻尾がブワッとしたから飛んで正解だったのです。寛解。直感で避けられたら仕掛け側はたまったもんじゃないよ。落ちたら登るのきっと大変だったのです。いや、登るのが大変とかそういうレベルじゃなくてさ、落ちてくれないと企画倒れなんだよね。身体能力を発揮するタイミングがダメ。一度落ちてからやってくれなきゃ。岩とか蛇とか落とし穴とか、さすがボスが教えてくれた洞窟です。これからは気をつけて進むのです。ああ、せっかく設置した落とし穴がことごとく避けられていく。そりゃそうだよね。一回かかったらしばらくは警戒するもんね。いや、まだだ。次の試練こそは。あれ、道は終わり？ここが一番奥？あ、橋があったのです。今思うと吊り橋はちょっとあからさますぎた。さすがにデルタも洞窟に人の手が入ってるって気づくかも。こんなところに橋があるなんてラッキーなのです。そこは全く疑ったりしないのか。そういうところだけ予想を裏切ってくるね。まあそれはともかく、さてデルタはこの吊り橋越えられるかな。おお、結構グラグラくるのです。慎重に、そーっとそーっと。あの橋は揺れを増幅するように設置しているはずなんだけど、慎重に進むほどかえって揺れるこの仕掛けをもこうして突破されるとなると、よし、僕が直接介入するしかあるまい。吊り橋のロープ、その一本を狙ってタイミングを見計らってスライム師団を喰らえ。え？急に足元がガクってなった。なになに？後ろ、吊り橋のロープが一本切れちゃってるのです。よし、落ちかけた橋にぶら下がって反対側の岩棚に激突、その後踏ん張ってよじ登る。こんな感じのアクションを期待して反対側もそれ。渡りきるのです。あ、ここで手足バタバタの空中遊泳ムーブだと。危なかったのです。試練の洞窟、やっぱり難しいのです。絵面はすごかったし、ある意味見たかったものではあるけど、どうも僕のイメージした通りの絵が見れない。やっぱり人選を間違えてしまったか。
いや、ガンマとかにやらせてみたら、きっと全部に期待通り引っかかってくれるんだろうけど、それはそれで意外性には大きく欠けるからな。よし、次に行くのです。だが、次はそう簡単にはいかない。なぜなら次はガンマだったらあっさりクリアできるだろうけど、デルタにはまずクリアできない、そんな関門だからな。あ、追いかけようにも橋落としちゃった。しょうがない、ジャンプで飛び越えるか。ふう、やっと追いついた。勢いで橋を落としたらひどい目にあった。それに帰りのことも考えてなかった。アトラクション作りも一筋縄ではいかないな。あ、なんか発見。さあ、気を取り直して、最後にして最大の難関だ。デルタには一番難しいはず、謎解きの試練。看板に何か書いてあるのです。何？この部屋にある道のうち、たった一つが正解だ。愚かな君は今、その正解を見ていない。一番右の道は、なんか骨が転がってる。強そうな奴が待ってそうなのです。真ん中の道は、美味しそうなキノコがいっぱい。なんだかお腹が空いてきたのです。一番左の道からは炎がメラメラ燃える音。危なそうで、なんだか宝物が隠されてさ。三つある道のどれも面白そうなのです。さあ、わかるかな。今見てる道は正解ではない、つまり引き返すと宝箱が落ちてくるという仕掛けなんだけど。標識があるなんて、とっても親切な洞窟なのです。ズコー！いかん、思わず突っ込みに飛び出したくなってしまった。でも標識にしては何書いてるか全然わかんないのです。意地悪です。もっと見る人のことを考えた標識にするといいのに。いや、それ謎解きの試練だからね、わかりやすかったら意味ないよね。というか、洞窟に標識とか看板があったらおかしいと思わないのかな。思わないんだろうな。おかげでこうしてモニタリングできているんだけど。意地悪な標識はこうなのです。看板を壊すな。もうダメだ、こいつ何とかしないと。道の一つが正解で、でもデルタはその正解を見ていない。目を開けていたら見えない。目をつむるとか。おお、でも悩んでる。いいぞ、初めて期待してたリアクション来たよ。答えの中に答えがない引っ掛け問題、このリドルは考えれば考えるほどドツボにはまる。謎を解かなきゃ宝箱は出てこない。今度はデルタも簡単には突破できないはずだ。今までみたいな力押しでは通用しない。さすがのデルタもギブアップかな。降参とか負けを認めたら、そこへ僕が颯爽と登場、謎を解決。これ結構実力者ムーブっぽくない？迷える主人公を導く謎の賢者、そして進むべき道を指し示して去っていく。奴は敵か味方か。ありだ。デルタはすっかり立ち止まって考え込んじゃってるみたいだ。よし、頃合いを見て姿を現そう。タイミングは次にデルタが喋った時。なんだ、鼻を動かし始めたぞ。獲物が見えないなら匂いで探るのです。右の方からは血の匂いだけ、真ん中の方からは毒の匂いだけ。まさか
匂いで僕の仕掛けた罠を見破ってる。左の方からは焦げた匂いだけ。全部ハズレの匂いです。でも入り口だった方から大好きなボスの匂いがするのです。ゴー！うわぁ！ボスです！ボスなのです！しまった！獣人の嗅覚を忘れてうっかり近づきすぎた。アジトでは僕の匂いに気づいてなかったし、大丈夫だろうと鷹をくくってたけど。ボス、なんでこんなところにいるのです？それは…わかったのです！この洞窟のお宝の正体、それはボスなのです！確かにボスはデルタにとって最高のお宝なのですよ。そんなありきたりなオチは嫌だ。本当の宝は形じゃない、的な展開。結果的に答えは合ってるし、なんかそれっぽくまとまった感があるけど、そこはちゃんと謎を解かないと消化不良だし、このタイプのご都合主義はあまりに古典的すぎる。デルタ、いっぱい考えて謎を解いたのです。ボス、褒めてほしいのです。ああ、そうだな。くぅ、そんな屈託のない満面の笑みを見せられると間違いとは言い出しづらい。よくやったな、デルタ。試練の洞窟、見事にクリアだ。わーいわーい、ここまで大変だったのです。まず、大きな岩がゴロゴロ転がってきて、あと、毒蛇がうじゃーっていて。そうなんだ、知らなかった。そんなに、ま、本人が喜んでるし、いっか。デルタのお宝はいつだってボス